西武池袋線、車庫がある駅、読み方が難しい駅、小手差し駅、はい、こんにちは、ちもちもです。小手差し駅に来てます。で、小手差し駅をね、一周します。こんな感じでね、ぐるっと、回りますよ。で、車庫のね、途中まで行きます。で、道が狭いんで戻って、車庫の下を通ってね、それでまた小手差し駅の方に戻るように、歩いてみたいと思います。小手差し駅はね、ちょっと人が多いんで、ちょっと撮影できなかったんですけど、踏切のところからね、スタートします。こんなところなんですね。場所はね、ここです。赤い点滅のところです。踏切のね、ところからちょっと撮影してみたいと思います。あ、来ましたね、副都心線ですね。奥の方には、小手差し駅が見えます。小手差し駅はね、なんか30年ぐらい前からね、ずっとこの形ですね、変わってないですね。ずっと昔からこんな感じですけど、左側のね、タワーマンションみたいなものは途中でできたみたいですね。で、今度は奥からラビューがやってきました。はい、ブルーリボン賞をね、この前受賞した特急電車です。一応ね、ラビューのウーのところにね、レッドアローウーのウーがね、入ってるんですね。知ってました？レッドアロー号の方が名前が良かったですけどね。一応名前の中にね、含まれてるってことでね、まあ許容範囲ですね。はい、今度はね、左側の信号が黄色になってますよね。なんでね、左側の、ホームの方に入る電車が来るみたいですね。あ、来ましたね。これがね、西武線ですね。先頭車両が信号のね、横を少し通ったところで赤信号に変わるんですね。必ずね、こんな感じの仕掛けがね、してありますからね。まあ、信号機見てるのも楽しいかもしれないですね。今度はね、右側に、止まっていた副都心線がね、この手前の方に走り始めました。これは東京メトロのね、1万系という電車ですね。踏切のね、下に降りてきてね、今度は、電車が来るみたいですね。で、電車を取ったら、小手差し駅の方にね、また向かいたいと思います。
今度はね、小手差駅の北口側に来てます。かなりね、駅前はすごい変わっちゃいましたね。でコペンちゃんの電車がちょうど来てました。声優のね、あの本店がある方に来てます。もう今は声優の本店って言わないのかな。はい、これがね、小手差しの駅前ですね。はい、だいぶ変わってますね。はい、昔はね、セブン&アイって書いてある建物とかなかったですね。このロータリーはありましたけどね、周りの建物がね、新しくなってますね。はい、この駅舎はね、昔からこんな感じですね。今度はね、車庫の方に向けて歩いていってみたいと思います。はい、じゃあね、ロータリーのね、ところを歩いて、で、あ、なんかヨガのスタジオもあるんですね。最近の小手差し駅はすごいですね。はい、ここをね、左に曲がって、で、あとはね、ずっと歩いていきます。途中ね、あの歩道がなくなる部分もあるんでね、気をつけて歩いてください。で、こんな感じのね、なんか西武鉄道のなんか、なんていうんだろう工事現場みたいなところがあります。でこれがね、小手差しの陸橋の下をくぐって、歩いているところですね。でこの左側がね、車庫のなんか建物になってますね。はい、あの車がね、通りますんでね、注意して歩くと、いいと思います。あ、ここにね、小手差しジェネラルオフィス起動とか書いてありますね。はい、でもこれだとね、まだまだ電車が見えないんでね、もうちょっと歩きます。はい、ずっとね、ここを歩いていきますよ。特にこれといって何もないですけどね。あの左側が小手差しの車両基地ですね。右側は住宅地になってます。まあよくね、ここチャリンコでね、よく走ってました。はい、で、まあどうだろう、特に何もないんだよな、ここここ普通に、はい、歩くだけですね。あ、なんかそろそろ門が見えてきましたね。ここのね、門のところから電車がちょっと見えますね。はい、ということでね、この、門のところでね、電車が見えるかな？電車見えるか？電車は、あ、ちょっと見えましたね。ここが、なんだ、小手差しの車両運用なんとかって書いてありますね。塔みたいなやつがね、電波塔みたいですね。でここがね、ちょうど車庫の下をくぐる地下道になってますね。はい、ここね、はい、今ここの赤い点滅してるところにいますよ。はい、はい、ちょっとね、もうちょっと奥の車両基地の方をね、見てみたいと思います。なんでね、最初はちょっと地下をくぐらないで、そのまままっすぐ行きます。小手差し車両基地の看板が見えましたね。レッドアローのね、ニューレッドアローの色の看板になってますね。はい、すごい日差しが強い。まあ、これがね、スマイルトレインが止まってますね。で車両基地のね、奥の方に行くとね、歩道がなくなって、で、結構、狭いんで、途中で折り返しました。はい。換気装置ですね。いわゆるクーラーがね、たくさん置いてありますね。これがね、取り外しができるんですね。こんな風になってるんですね。はい、車両基地のね、奥の方まで来ました。いろんなね、車両が止まってますね。ここで見たら楽しいかもしれないんですけどね、ちょっと立ち止まって見れる場所じゃないんでね、なかなか難しいですけどね。で右が飯能で左が所沢です。はい、2000系がね、ゆっくり走ってますね。あとはね、ここから先はね、道路が狭いんでね、ちょっと車じゃないと来れないですね。ちょっ
歩きなんで、もう折り返してね、ここで折り返して、地下道をねくぐって、基地のね下を通って反対側に出たいと思います。さっきのね、あの場所に戻ってきましたね。これからね、地下道を通って反対側に行きます。で、この地下道はね、地下道だけじゃないんです。あの水路も、両用の、路になってまして、道ですね、道になってまして、大雨が降るとね、あの水没しますんで注意が必要です。で、下をね、くぐって赤点のようにね、行きます。で、ここをね抜けるとちょうどねあの水のね調整池調整池にねがあります。で、はい、トンネルをくぐるとねちょうど車庫のね反対側ですね。お、なんだ、屋根の上がなんかラビューっぽいのが止まってる。で、あ、東急のね車両も止まってますね。結構こっち側で見た方がねなんか電車が見やすいですね。はい、こちらがね砂川堀の、調整するためのね水を調整するためのね池になってます。大雨の時はねもっと池みたいになってますね。はい、電車が来ますね。あ、スマイルトレイン来ました。はい、さっきのねこれの左側の方にはねあの所沢西高校というのもありますね。で、まあ、やっぱりこっち側の車庫を見た方が電車が、近くで見られますね。うん、こっち側で、車庫を見た方がねなんか良さそうですね。こっちをおすすめしますね。はい、これが東急とあと副都心線のね車両ですね。あと奥にラビューですね。天気がすごく良かったんでねあの撮影日和でしたね。すごい天気もいいですね。こんな時にねあの来れてラッキーです。はい、飯能側からね所沢方向に向けて東急の車両がね走ってきましたね。ちょうどね東急の車両も止まってるし東急の車両が走ってるしっていうことでねとっても見応えがありますね。で、止まってる車両もねあの眺めるのにすごくいいですよね。今はね小手差駅の方に向かって歩いてます。で、緑の道路があの小手差立橋っていうものになってます。やっぱりね西武池袋線は本数が多いですね。ラビューが来ました。今度はねラビューが、小手差の車庫からね小手差駅の方に向かってゆっくり走ってますね。ちょうどねこの間のブルーリボン賞のね、受賞式をやったんですね。ラビューがねブルーリボン賞を取りましたね。私もね鉄道友の会に入ったんでブルーリボン賞に投票できるんだと思います。はい、で001系っていうんですね。で、001系の00っていう数字が、くっついてるんです。それで0と0がくっついてるから無限っていうね意味になって無限にねかっこいい電車だよっていう意味みたいですね。詳しくはねラビューのね特設サイトの方を見てもらえればより詳しく書いてあります。これでね一旦停止してから小手差駅の方に入っていくみたいですね。ゆっくり走ってるからねすごく眺めやすいですね。見やすいですね。ほんとねラビューを見てるとね宇宙船みたいに見えますよね。ほんと未来のね乗り物っていう感じがします。あとはね車庫に入るのにね上の架線がねかなり複雑に張ってあってこれはすごいなと
芸術的な架線の張り方ですね。これ考えてる人はすごいな。はい、今はね、小手差立橋のね、ところにいますよ。まだもう少し歩かないと小手差駅には着かないです。はい、小手差立橋の下はね、こんな感じになってます。車庫のね、入り口のところと、あと小手差駅の間にいます。ここはね、柵が低くなってるし、列車が目の前走ってくし、すごいいい撮影ポイントですね。あ、また電車が来るかな？なんか電車が来ますね。ちょっと見てみましょう。この辺一帯はね、原っぱだったみたいですね。だからね、戦いがあったみたいで、鎌倉幕府をね、倒した新田義貞だとか、あと足利尊氏って言った人が、ここでね、戦ってますね。はい、またね、飯能側から所沢方向に向けて電車が来ました。西武線アプリでね、列車の位置情報を見ながら撮ってるととっても楽ですね。小手差立橋をね、少し抜けると、はい、またね、こんな感じの風景になります。さっきと何が違うんだっていう感じですけどね。まあ、立橋をね、抜けるとね、駅側の方がね、開けて見やすいですね。で、ポイントがね、すごいかっこいいですよね。で、ラビューがね、回送としてね、小手差駅を出発して反応方向にね、走っていきますね。小手差駅の方にね、歩いていきます。ちょっとね、小手差駅のね、南口側はちょっと人が多くてちょっと取れなかったんで、皆さんね、来てみてもらった方がいいかなと思います。はい、昔からね、ここの駐輪場があるんですよね。懐かしいですね。ちょうどね、小手差駅を取ってたら2000系が来るみたいですね。やっぱりね、西武線といったら黄色い電車っていうイメージが強いんですよね、私はね。でもまあ子供はね、なんかシルバーの電車が西武線っていう感じらしいんですけどね。シルバーっていうか緑と青の電車ね、やっぱ黄色の電車がね、やっぱ映えますよね。はい、で黄色の2000系がね、出発していきます。あ、車体番号が2077ですね。ラッキーセブンの2000系じゃないですか。すごいいい番号の2000系に出会っちゃいました。これでね、一周してきましたね。はい、これでちょっと小手差駅の中に入って、所沢駅の方にね、向かいたいと思います。ちょうど中に、ま、入ったらね、ラビューがまた来ました。今日はなんかラビュー祭りみたいな感じでしたね。いっぱいラビューが、撮影できました。
せっかく西武線に乗ろうと思ったらね、副都心線の車両が来てましたんで、はい、まあしょうがないんで副都心線の車両で所沢駅に向かいたいと思います。次はね、西所沢ですけど、そこを通り過ぎて所沢駅に向かいます。はい、あ、懐かしい景色、所沢駅のね撮影もしましたんで、おまけで見てみてください。はい、所沢駅でね、早速テラスのところに来て、撮影し始めたら、スマイルトレインがね来ましたね。ちょうどね夕焼け模様でね、すごい綺麗に、撮れました。夕焼けがすごい綺麗ですね。電車もねちょうど色がね合ってますね。そろそろね、行こうかなと思います。でホームでねトトロのなんか駅メロが聞こえるらしいんですよね。だからちょっと聞いてみたいと思います。トトロのね駅メロなんですね。あとホームドアがね設置されてますね。トトロのね駅メロになりましたね。なかなかあのセンスがいいですね。ホームをねちょっと変えてみたんですけどね、ここもトトロの駅メロですね。で東急のね車両が走っていきます。まさかね西武線を東急が走ると思わなかったですけどね。いや乗り入れすごい便利ですね。ということでね、小手差し駅一周の動画でした。いかがだったでしょうか。おまけのね、所沢駅の動画もつけておきました。西武線のね、ラビューが結構見れたのと、まあ、西武線のね、車両もいっぱい見れてね、楽しかったんじゃないかと思います。はい、いかがだったでしょうか。ということでね、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と、グッドボタンお願いします。